アメリカからところ変わってイタリアはローマ。時は昭和12年の今日、日独伊三国の防共協定が調印されました。昭和12年といえば日中戦争の真っ只中、日本は世界中から束縛を向かれ、またドイツ、イタリアもイギリス、フランスなどの国々と対立。これまた世界の国々から束縛を向かれていたんですな。つまり国際舞台から孤立していた日独伊三国、しからば束縛を向かれた同士、手を結ぼうということになって、ソ連を対象とする防共という名の三国同盟は結ばれたのでした。日本からは堀田前謙、これは調印式を終えてイタリアの外務省での記念撮影。イタリアのムッソリーニ首相、ドイツのリッペントロップ前謙、そして日本の堀田前謙、3人寄れば文殊の知恵と言います。まあ三国寄ればなんとかなるでしょうなんて言っていたのかもしれません。そして11月21日東京の後楽園スタジアムでは防共協定制定記念国民大会が開かれました。演説するのは当時の近衛首相。成立の記念ならずして、先日新たにイタリア国の正式参加を見るに至りまして、今や現代世界における最も世紀はつらつたる三大国が本協定を通じとして世界の秩序維持の保障に当たらんとするのであります。私ははるかに独自両大国民に敬意を表するとともに、帰り見て我が国民諸君が革新と謙遜と並び辞して上演の前途に一歩を進められんことを祈るものであります。かくして国民精神総動員の名のもとに、日本はぐんと戦時色を濃くしていったんです。万歳！